喜んでる。優勝したもしかして。おー、優勝したみたい。おめでとうございます。そう、サッカー女子団体決勝もっと喜んでって言われても見てないんだもん見てないんだもん。テレビつけたらなんか喜んでたよ。でも今日のあれは見たよ、女子バドミントンと女子テニスとあと7人制ラグビー、北京以来の金、めでたい。あれ体操じゃなくなってる。これ何、バスケット、バスケットボールのコート狭くね。勝利の瞬間めっちゃ見るね最近一緒に。あ、携帯放置してた。金メダルすごくね。ソフトボール次のオリンピックにない。なんで？やっぱすごいね、開催国の意地。野球もないんだ。競技人口は少ないの？テコンドーとかよりも？まあ、世界的にはそうなのか。こんばんは。何が競技人口一番多いんだろうね。やっぱ水泳とかかな。サッカーか。陸上とかも多そう。
クリケットも地味に良い。そうな、プリキュアのイメージしかない。テコンドー7000万人がやってる。そうなんだ。陸上ね。バレーも多いんだ。モルック楽しそう。なんだっけ、モルックさ、さらば青春の光の森田さんがなんか日本代表なんでしょ。すごくね。対戦ありがとうございました。こちらこそ。吉田沙羅と当たって秒でバーストしたわ、さっき。そしたら LINE が来た。秒で負けていきましたね、笑って。前髪完成？ちょっと納得いってないけど、もういいやって感じ。猫草、猫草は別にこのルームでしか浸透させてないから、このルーム以外で使わなくていい。いや基本的に草とか使ってほしくないのよ。いいんだけど別に。てかリアルで草っていう人いなくない？書くときだけじゃない？ネットで、ネットでっていうか言葉で。笑って書く方が早いもんね。ちょっと草って言うとバカにしてるみたいじゃん。だからなんか嫌だから猫をつけて可愛くしてるだけで。いいんだけどね、別に。でもファンの人が福田に何とかで草って言ってくるのはめっちゃ好きだから全然いいよ。けど女の子が言ってたら嫌じゃない？あのネットスラングを使う友達嫌じゃん。ワロタとか言ってくる友達嫌でしょ。そんな感じ。あのファンの人がリプとかで言ってくるのは全然いいんだけど、リアルで言われたらおもろい。んごとか言う人いるの、いまだに。ギルバット始まってるよ。そう、慌ててやった。今何見たらいいの？オリンピック。こんな夜遅くまでやってよくやってるよね、毎日毎日。サーフィンやってんの？サーフィン見たい。サーフィンってどうやって勝敗決めるの？サッカー、あ、これか。サッカーじゃなくない？サーフィンじゃん。サーフィン見よう。こんな夜遅くに泳いでんの？これライブじゃない？もしかして。これライブじゃない？サーフィンでどうやって勝敗決めんの？盛り上がり？昼の録画か。全然わからん。勝敗が。この勝ったみたいなのあんのかな。評価基準がわからないわ。あ、台風が近いから
やぶな、いい波来るの。そんなチャレンジャーな。でもサーフィンやってる人とかノリ良さそう、イエーみたいな。あ、日本2位なんだ。あ、てか日本ってすごいね。なんかさ、2位とかになるじゃん、決勝を見せてくれるのがすごくない？だいたい決勝とかまで行くことなんてさ、ないんじゃないの普通は。やっぱサーフィンやってる人は日焼けしてるね、いっぱい練習してるんだな。まあそりゃそうか。五十嵐カノア、サーフィン男子、サーフィン女子もあるのか。じゃあメダルってすごいね。てかサーフィンって日本でもやってるんだね。なんか海外の方がさ、イメージあるじゃん、サーフィンとかの。だけど日本がさ、世界で2位になるんでしょ、すごくない？てか海ない国でもサーフィンやってんのかな。てかサーフィン五輪に組み込もうと思った人すごっ。サーフィン女子も銅メダル、すごい。瀬戸内海でサーフィンできんくない？できないね波あんまないからね。カノアはハワイ語で自由。あ、ハワイの方なの。日本人の両親のもとにアメリカで生まれる、父親もサーファー、3歳からやってんの、すっごっ。やっぱオリンピック出る人はそういうレベルだよな。うわー危ない、海、水の上ってこんな なるの。すげー、水の上こんな忍者みたいに、すごい。サーフィンちょっとやってみたいな。すげー、波乗りじゃん、ポケモンじゃん、こんなのポケモンだよ、波乗りだよ。すごい、これ最初にサーフィンしようって考えた人すごいね。てかこんな波初めて見たかもしんない。なんか日本画って感じ、なんか富岳八十八景って感じ。違う、五十八景だっけ、富岳八十八景だっけ、五十八景だっけ、六十八景だっけ、わかんないけど、葛飾河北斎感が出てるね。すごい、これやっぱドローンで撮ってんのかな。富岳36景ちょっと多すぎたな私、36か、そんな88個も書いてないか。富岳36景、失礼しました。あ、これか、日本女子。何を競ってるのこれは、もう素人が見ても分かんないね。すごい、
すごい。しかもさ、オリンピック出てる人めっちゃ私同年代なんだよ。なんか大体みんな20代前半が多くて、なんか同年代の子たちが、私がトランポランしてる間にいっぱいこんなことしてんだなと思うとマジですげえ。銅メダルおめでとうございます。すごっ。ちょっとライブでやってるやつがないかな、なんか。てか普通のバラエティもやってんだね。でもな、バスケ、もうバスケしかやってないか。横浜スタジアム春フェスで行ったな。雨だった。春フェスあれめっちゃ楽しかったよな。ああいうのまたやりたいな。バスケ終わったの？あ、男子準々決勝になった。日本 VS ラトビア。こんな遅くからやるの大変。頑張って、日本。てかもうさ、ラグビー見てても思ったんだけどさ、ラグビーって、あれ最後まで見てないけど負けたの今日。なんかラグビー見てても思ったんだけど、やっぱさ体格差がすごくて、そのアフリカ系の方々との日本人は体格差がすごくて、その中でさ勝ちに行く日本すごくない？だってラグビーとかはさ、もうほんと体格がものを言うじゃないですか。すごいよほんと。スポーツってすごいよね。すごいな、バスケの日本代表とか。もうバスケなんて何十人、何十人、何万人もやってるのに。この日本人として戦ってる海外の方はどういう経緯で日本のチームに入ったんだろう、気になるな。やっぱ何人までとか決まってんのかな。でも海外の方を入れていいのは、なんかそういうのあるよね。駅伝もさ、海外の方を使っていいのはさ何区だけとかありますよね。ラグビー負けちゃったんだ。これを機にラグビー好きになってくれたら嬉しいです。でもね、ラグビー調べたよちゃんと。いや、まずルールも分かんなかったから、まずさめっちゃダーって走ったのにボール置くときだけポンって置くから、いや、何してんのと思ってたけど、あれが点なん、1点なんだね。相手の陣地の奥にボールをポンって置いたら1点みたいな、1点っていうか5点とかあるけど、そこからまず私今日入ったから面白かったよ。ブワーって走って最後ポンって優しく置いてたから、なんかそうギャップって思うよ。あとなんかマウスピースとかしてて、ケニアかな、今日やってたのは。ケニアの選手がやっぱマウスピースしなきゃいけないぐらいこう食いしばるだよなと思って。すごい世界ですわ。バスケ始まりましたよ。これ相手はラトビア。
きがおしゃれですね、えんじ色。バスケットボールってあれなんだね、茶色、濃いめの茶色みたいな色じゃないんだ。バスケの海外選手は一枠しかない。あ、そうなんだ。なんかミカサっぽい色のバスケットボールもあるんだね。うわすごい、これライブだから今だよね。テロップだそう。今日の夜のお供はバスケに決めた。でもやっぱああいう色の方が見えやすいのかな。でもさ、ユニフォームもさ、背景の色にさ合わせるとさ、ちょっとなんかさ、どこにいるのか一瞬分かんなくなって、カメレオンの保護色みたいな感じでいいかもしれないですね。赤リンゴー、すげー。バスケってでもさ、あんまルール分かってなくてもさできるからさ、体育の授業でバスケの、卓球のユニフォームも白の色割りで決まってる。あ、そうなんだ。やっぱそういうのあるんだ。私みたいな白とか考えることは完全にもうあらかじめ対策されてるんだね。バスケ大好きだった。なんか授業でしかやったことなかったけど、学校の、私バレー部だったから体育館を半分にさ、網で分けてさ、半分側でこうバドミントン部とバレー部とバスケ部で3つで2つずつこう回してたんですよ、体育館。だからたまにっていうか週に何回かはバスケットボール部が横でやってたんですけど、よくボールが飛んできたり飛んでいったりしてたから、バスケットボールってよく触ってたけど、めっちゃ重たいのにあれをあんな飛ばすって、もう腕の筋力すごいなって。あれか、半分しかないから一つのネットにどっちもがいるのか。私マジで筋力ないからさ、バスケットボールはさもう飛ばせなくて全然。だからあれ飛ばせる人すごいなと思って。女子でも全然いるじゃん、もうめっちゃすごい人。いや重いバスケットボールってようあんな飛ばせるわほんまに。しならばありがとう、こちらこそ。サッカーユニフォーム緑を禁止。あ、そうなのあるんだ。グラウンドだと野球とサッカーと陸上で3分割してた。え、なんか陸上とかあれだけどさ、野球とサッカーってもう使う面積決まってるから3分割結構しんどそう。どうなんだろう、野球なんてどこに飛んでいくか分かんないしね。うわ入れた、うわすごい、今のダンクってやつ、今のダンクってやつだよねきっと。
9対4だって。わ、取られた。またあ、1回入れたら1点なんだ。おお、そっから決める。惜しい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 。すげえ、ダンクとか。ダンクとか生で見たことないわ。てかプレイバック、プレイバックじゃない、プレイバックか、プレイバック作るの早っ、テレビ局すごっ。バスケって体力えぐいよね、あんな走り回って室内で。でもバスケはさすがに空調切るつけていいのかな、ボール重いし。バドミントンめっちゃ暑そうだった。バドミントンも多分さ、空調つけるのじゃダメなんだよね、軽いから。最近それ学んだから。うわっ、わあ、よく防いだ。10対4、これ何点取ったら勝ちなの。待って、これ待った、分かった。ルール15秒ごとに更新されて、15秒ごとに15秒以内に入れなきゃいけないんだ。うわ、すげえ、そっから入るの。すっげえプロって。あ、21点取ったら勝ちなんだ。ほえ、これ15秒ごとに入れなきゃいけないんでしょ。15秒ごとに更新されるんでしょ。こっちはダンクできる、できない、できない。うわ、すっげえ、あんな外から入る、マジですげえ。12秒か、12秒。すっごい、めっちゃパンパン言ってる外で、怖っ。誰か花火してんのかな。何事？こんな住宅街で花火していいの？異常なしでか、誰もいなかった。ほら、え、本当に何？花火ってでもこんな音しないよね、パン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 。シャーってなんかシャーみたいな音だけだよね。シャーパチ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 みたいな音だけだよね。そんな何回も、だってでっかい花火でもさ、1パックに2個ぐらいしか入ってないから、そんな連続してなんなくない？うわ、てか残り1分でギルドバトにワンパンした。てかマジですげえな。すごっ、こんな大きい人たち相手に足り合ってる日本、すごっ、マジですげえ。
あまり外見ない方がいいよ。確かに怖いからやめとこう。すごい日本って。あ、またあと1分で試合が終わる。こっちは12、あ、点入ったら12秒間は入れちゃダメなのかな。なんか工事してんのかな。でもこんな夜中に工事してたら絶対苦情来るよね。アンピー怖がって配信やめた。大丈夫かな。アンピーとこでもなってんの。めっちゃ接戦だよっていうか18対17今。追いつくんだな。あ、5、4、3、2、1、はい、終了。勝った。イエー。あと1点で取られる。ありがとう。あと1点で取られる。バスケドキ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 。3分35って、これ待って、時間も決まってるのか。スリーポイントシュートってやつですか今のは。運動量すごいなこれは。うわ、悔しいね。惜しかったね。フリースローってやつ？ファールからのフリースロー。負けたのもう。1ゲームだけ？試合終了。1ゲームしかやんないの？ 3 セットマッチとかにしようよ。でも体力的にきついか。悔しいね。18対21は悔しいね。惜しかったね。もうないの？じゃあ今日は。そっか、こんな10分とかで終わるから夜中でもまあできるか。てか台風大丈夫なのかな。本当に何？夜中爆竹って調べてみよう。一日何試合もする。あ、そう。でも確かに今日もさ、バドミントンやってる横、やってる横でさ、バドミントン別の国同士でやったもん。日本では、あ、待って、もう一試合すんの。あ、違う、これダイジェストか。パーンという大きな音が近所でします。花火か。
準々決勝。準々決勝が終わりました。もうないかな、オリンピック。もうないか、夜中だし。あ、これソフトボール決勝。このあと表彰式、表彰式つけとこう。サプライズの花火、こんな10時とかにやるかな。あ、松岡修造いるよ。この人も老けないね、若いね。やっぱ元気な人って老けない。でもなんか全部日本で試合やってるから、テレビ局とかも行きやすいから嬉しいだろうね。何歳だろう、分からん。でもお子さんいるし、何歳くらいなんだろう。天井の風船割れた音。てかさ、昨日さ、なんだっけ、卓球見た後にさ、綾瀬はるかさんのさ、コーラ一緒に飲ましょうみたいな CM 流れたじゃん。てか勝ったら毎回流れるじゃん。あれの見たからか分かんないけど、コーラ飲みたと思ってさ、まんまとコーラ買って飲んだ。え、松坂修造さん53歳。そうだ、あれは30代の顔だよ。てか53歳なの？てか男の人ってさ、年取るたびさ、なんか得するよね、めっちゃ思うんだけど。男の人ってほんと年取るたびさ、え、見えないってなるじゃん、ずるい。女の人はさ、なんかさあ、年相になっていく感じするけどさ、男の人ってさ、老けないよね。握手会とかでよくファンの人がさ、今日誕生日ですって言ってさ、え、何歳になったのって聞いたらさ、ほんまに見えんで毎回なる。福ちゃんは何歳だ。私多分22歳の顔してると思いますけど。確かに握手会とかに来る時点で活動的だから若いのか、気持ちが。でも本当気持ちが若いことって大事ですよね。熱っ、ちょっとエアコン下げよう。てか、あ、分かった。握手会で20歳とかの私らみたいなこと握手するから、そのために若さを私らから吸収してるんでしょ。取られてる、取られてる。
マスクしながらマイク通るんだちゃんと。さこちゃんとか言ったらもうみんなレーン入った時とレーンから帰ってくる時にピチピチになってる。オンラインでも吸い取ってんの？すごい。ソフトボールすごい。なんか毎日さ金メダルとか取っててほんとすごいですね。コラーゲンアイドル。一押しガチャで福ちゃんのシークレット出た。お、そうだ、みんな一押しガチャ始まったからぜひ引いてくれ。今回はどぎついピンクです。福永か明かりが出たらすぐわかります。そうでね、今月ももちろん頑張ってるんですけど、いや私地味にね、あのね、別になんか別にさ意地になってるわけじゃないんだけど、地味にめっちゃメンバーランキングとかも頑張ってんだ。で今月もねみんなもすごいやってくれてて感謝してるんで、もう本当にそこは今月の最後まで頑張りたいなと思うんですけど、来月8月の七並べの、企画でなんと7位以内に入ったら推しメンランキングで、あの花ぺちゃんなんて気にしないわっていうね、五十嵐由美子先生にキャンディーキャンディーので有名な五十嵐美子先生に似顔絵を描いてもらえるんです。ハッチハート線香ありがとう。私はキャンディー、一人ぼっちでいるとちょっぴり寂しい、そんな時こういうのほっぺをつねて笑って笑って笑ってキャンディー、泣きべそなんてさよならね、キャンディーキャンディー。まあ、あんま歌うとバンされるのでもう歌わないですけど、懐かしい。いや私お母さんがキャンディーキャンディーめっちゃ好きで、でお母さんがキャンディーキャンディーのグッズをめっちゃたくさん持ってたんですよ。で実家とかに、歌詞が違う、ごめんごめん、子供の時の記憶で歌ってるから、でお母さんがよくこの歌を歌ってて、で私が鼻ペチャなんですよ。鼻ペチャだから、私がアカリンは鼻ペチャだねって、アカリンのことを鼻ペチャって、あかりん鼻ペチャってめっちゃいじってくるし、お母さんが、まあ、そばかすじゃないんですけど、鼻ペチャだからあかりの歌だねって
言ってきて歌ってたからよく覚えてるんですけど、でハイアンディキャンディのハンカチとかも自分も使ってたりして、すっごく思い入れもあるし、お母さんが喜んでくれるんですよきっと。で今日電話でなんかこの企画のことは9時に発表されたんですけど、8時くらいに聞いて、メンバー LINE に来てて、運営さんから8時くらいかな7時くらいかな分かんないけど、ちょっと今日の夜夕方ぐらいにメンバー LINE にこういう企画がで今日の9時に発表されますって来てて、もうそれ見た瞬間もううわーってなって、すぐパパとママに電話して言ったらもううわーってなってて、もう自分も嬉しいし多分親も喜んでくれるし、そしてなんとその五十嵐由美子先生に似顔絵を描いてもらえるだけじゃなくて、それが七並べのカードになるんですよ、カードに。それもまたゲットしたいし、もう少女漫画界の神様みたいな人にさ、まず福田あかりちゃんの写真を見てもらえることがすごいし、似顔絵を描いてもらえるようになったら、ほんで似顔絵を描いてもらえることがすごいじゃないですか。七並べってすごくね？激アツすぎて、ちょっと来月よろしくお願いします、皆さん、マジで。私も頑張るんで。いや、本当に、私、アーシャにしようと思う、もし叶ったら。いや、怒られるけど、多分。アーシャにはできないけど、アーシャにする勢いで、こんなこと言ったら不謹慎かもしれないですけど、本当に、もし私が、年老いて死んじゃった時に、家の横に置いてほしいぐらい興奮案件です、これは。全然今の不謹慎だったらごめんけど、全然そんな気持ちはなくて、純粋にそれぐらい嬉しいってことです。すごいじゃん。宝物になる。いやー、でもすごい。でもね、メンバーの多分熱さてか熱量の差はすごいと思う今回。正直キャンディーキャンディーって私の世代でもないし、てか私の世代でもなかったら STU メンバー誰の世代でもないんですよ。別にユミリンとかだって1個上だけだし。だから私みたいにちっちゃい頃からキャンディーキャンディーを見せられて育ってきた生活でもなければ、多分キャンディーキャンディー知らないんですよ、 STU メンバーの年齢的に。だから私が多分こんなに燃えてるの、メンバー的にはなんで福田あかり、なんであかりにこんなに燃えてるんだろうって思ってるのかもしれないですけど、本当にすごくないですか。ごめん、みんなのことをさ、若くない扱いするわけじゃないですけど、すごくないですか。みんななら分かってくれるよね。みんななら分かってくれるよね、きっと。この凄さだから多分今回に関してはメンバーの熱量とメンバーの親世代の熱量が違いすぎるのがおもろいとこだなと思いますけど、いや本当にすごいんですよ。え、てか五十嵐恵美子先生ってそんな仕事を受けてくれるんだって。そんな仕事って別にそれが何しょぼい仕事っていう意味じゃなくて、そのアイドルとかを描いてくれるんだって思ったんですよ、出すよ。 そんなんさ、お金積んでも描いてもらえんじゃん、なかなか。しかも何百万かけてでも何億円積んででも五十嵐先生に描いてもらいたいって、五十嵐さんファンなんでいくらでもいると思うし。そうですね、男の人にはちょっとピンとこないかもしれないですけど、ドラゴンボールの作者の鳥山先生に似顔絵描いてもらうみたいなレベルなんじゃないですか、お母さん、私のお母さんの世代からすると。それぐらいすごいこと。それが今回七並べ、しかも7人プラス1人で8人も帰ってくるんでしょ。すごい。男でも知ってる？
そう、STU の七並べの運営さんすげーってなりましたっていうか頑張ります。高橋留美子先生にお願い。それもやばいし、私はあと江口さん先生に自分のもし自分のコンサートができた場合にそのコンサートのグッズを書いてもらうのが目標なんですけど、まあ、なんだかなんていうか、もうそのプロの漫画家とかの先生にそういうのを書いてもらえるチャンスって本当にないから。井川先生同じ誕生日すごいじゃん。もうすごく楽しみ。ちょっとこのすごさを伝えきれてるか分かんないけど、みんなも好きな漫画家さん、誰もが知ってる漫画家さんに書いてもらえるだって。我々は福先生に似顔絵を書いてほしい書くよいくらでも。そんなのそういう企画あったしね、昔四国で。いやー、はあ、私の目がキラキラになるのかしら。ちょっとそんな夢を見てて、見ながら頑張ります。でももし本当に書いてもらえるようになったら、なんかアーシャのストレートのなんかああいうのじゃなくて、自分がブリブリのアボカドジャネーシの衣装とか着てる時の私を書いてほしいな。ブリブリの衣装を着てる私を書いてほしい。ドレスとかいやマジで女子の憧れでしょ。少女漫画の世界になれるかも私もっていう夢を見るために皆さんよろしくお願いします。お互い、まあ、無理せずにですけど、できるだけよろしくお願い。本当一人一人の力がでかいんで、ランキングにはね100位までしか表示されないけど、その100位に入れなくても頑張ってくれてる人がたくさんいるっていうのは本当に分かってるので、皆さん一緒に頑張りましょう。やばマジで絶対可愛いじゃん STU メンバーが五十嵐先生の絵に。うわーでも集合の絵も欲しいな。可愛いよな絶対。そう7位以内を目指して。表彰式やってる。もう今月の七並べもめっちゃこんなんだから本当にね。だって1点でも上に行ったら1個順位が上がるもんだから、マジで一人一人のね1プレイの積み重ねだなって思うので頑張りましょう。ずっとこうなってた、はぁってなってた。このオリンピックのトロフィーのこのお花とミライトワ君のやつは全種目共通なので、これはなんかもらえるんだみんな。
何なんだろうこれ。え、原画もらえないと話す、え、原画もらえないとダメだよ。もらえます、絶対に。家に飾る。緑のもの、これ風船です。表彰式やってます。あー、マジで家宝ができちゃう。うわ、このアメリカの選手のマスクすごいな、未来的。今日で金メダル10個？すごーい。あのブーケは福島のお花らしい。あ、そうなんだ。こんばんは。金メダルもらった、ありがとうございます。すごいね。赤リンゴ。ちょっとお腹空いたから、なんかちょっとお菓子持ってくるわ。よいしょ、ちょっと待ってて、しばしご歓談してて。僕は何も言わないよ、生きていれば。発見。今日ね、カプリコね、3つで200円だった。安くない？だってだいたいさ、1個さ100円じゃん。3つで200円だったから買っちゃった。あと見て、これおやつカルパスじゃん。私これお菓子今日初めて食べたの、昨日おやつカルパス、これお菓子を初めて食べて、みなみにもらったので、今日箱買いした。300円ぐらいだったよ、ドンキで。安かった、50本入り。こんなやつがあるなんて知らなかった。てかコンビニでさ、おつまみコーナーにある高いさカルパスいっぱい買ってたけどさ、これっちの方が安いし、味あんま変わんないからこれでいいじゃんって感じ。うまっ。こんなに美味しいお菓子を知らなかった。ゴミ箱。え、味薄い？これ普通に濃くない？
これ止まらんくなる。なんか今まで食わず嫌いだったんですよ、このおやつカルパス。でもこんなに美味しくて、1個いる？はい、これチンしたらめっちゃうまいらしいよ。ふたか進化したカップ麺発見。あ、猫のやつどう、止まる？うん、金メダル。一個食べよう。かけあやってかけてあげるんだ、友達に。友達っていうか選手に。めっちゃ見てるよこの人、気になるよね。お、先っぽ割れてなかった。パプリカ割れてがち。いただきます。あげるのは最初の一口。はい、うん、うん、パプリコ明日買うでしょ。おいしい。ゴミ箱引いてる。こうやって剥いちゃうんだけど周り。カリンゴ。食べるの早い。かわいい。うん。喜んでる日本人選手。
とうございます。めでたいね。さっきアメリカの選手にあげてたさ、ミライトワ君はさ、銀のさ顔だったけどさ、日本人選手には金の顔だ。すごいね、日本人。はあ、美味しかった。おやつカルパスとパプリカ。おめでとうございます。ソフトボール、すごい。だって日本が世界で一番ソフトボール強いってことでしょ。すごくない？かっこよすぎるわ。福ちゃんも歌う準備は何よ。カルピス飲み切ると新しいイラスト完成だって。なになに、こうやって見てみようとするやつ。なに、新しいイラスト完成。なになに、見たい。飲み切らないと見れない。飲めって。でも私には錬金術があるんですよ。このおやつカルパス辛い、こっちは甘い、辛いと甘いの無限ループ作戦。めっちゃお腹いっぱいだけど食べよう。てか私さ、最近自分の写真見てさ、ちょっとさ、ちょっと太ったかなと思ってさ、ダイエットをしようと思ったんだけど、もう無理だよ。だって今日カプリコとご飯食べた上でカプリコ食べてカルピス飲んでこれ食べてるもん。まあいいや。はあ、毎日がチートデイ。そう、でも最近やっぱコンサートとかが多いから、それでレッスンとかいっぱいあるし、覚えることが多くて、で私も全然覚えれない人だから、もううわーってなって、いっぱい食べ、私食べてストレス発散する人だから、いっぱい食べちゃうんですよ。配信以外でもめっちゃ食べてるから、だからなぁ、反省してるんですけど、なんかの撮影が決まったらダイエットしよう。
それまでは食べよう。ビスは12月発売だから撮影は10月ぐらいと見てる。まだいけるはず。おやつカルパスめっちゃ美味しい。飲み切ると反対の絵柄が背景になる。なんで言うの。あ、こうやって見ればいいんじゃん。わあ。でもこっちからは何も見えないよ。こういうことか。こっちの野球部の男の子が好きなんだよきっと、この女の子は。でこっちから見るとこっちのこの野球部の男の子が見えるんだよ。分かっちゃった分かっちゃった。いた。わーい。わい。人生で一番びっくりしたかも。どんな人生送ってきた。私がもっとびっくり、いろんな驚きをあげるからついておいで。言うと思った。なんでなんで。お見通しなの。オリンピック終わっちゃった。じゃあね。もう11時18分ね。最近マジで人生が一瞬なんですけど。いや人生っていうのはちょっと大げさかもしれないけど、本当に人生が一瞬なんですけど、どうしよう。人生が一瞬すぎる。みんな手止め印にひまわりあるのかな。カラオケに
ないじゃん。やめぴ。風に揺れるひまわりが太陽に向かい咲いている。あの曲好きなんだよな。ティル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 。にゃんすけさんじゃなくてゴロミちゃんの動画が送られてきた。うわー、すごーすごー、あんかがやしょしょこよ、あんかがやしょしょこよ。ほうほう、へー、すごかった。すごかったー。見たい？久々にこの気持ちになったかも。すごいよ今回は。特に大権限だよ、原章だよ。しゃあない、見せてやるよ。ががががあんががが、あんが開いていくお花のように、あんがー、アンガガガガガー、アンガー、アンガーン、アンガー。もう一回、守護かねえ、大興奮、マジでしょげえ。パパがやってる。すごっ。うわー、のろみちゃんのアポロの肉球すごい。久々に発作起きた。みんな感謝してほしい、ゴロミちゃんの存在に。何の競技？肉球開き選手権。かわいい、肉球開くのかわいい。猫はオスだとロシア語でコットという。コットー。うーん、競技人口めっちゃ多いよ。バレーボールを超えてくるよ。
メスだったら公主か。もううちの猫様の写真集ぜひ出版しようかな。だって可愛すぎるんだもん。日本のベストセラーに入っちゃう。写真集も同時発売で売り上げ対決、負けるよ絶対に。買いますよ本当。撮影福田あかりで。発売記念記者会見開こう。開こう。あ、興奮してきたな。やっぱ最近すぐ興奮してきちゃう。にゃんすけさん、ごろみちゃんのこと考えると、抽選で1名様ににゃんすけさんのサマーカットした毛あげを。恋か。もうゴロミちゃんにね、結婚しようって何回も言ってるの。結婚しようって、ゴミちゃん結婚してって。そしたら、日本では同性婚が認められないから無理よ言われた。そんなことも関係ない、私の愛は法律を超える。でもさ、その言い方だとさ、逆にさ、法律的に OK なんだったら結婚してあげてもいいけどっていう風に聞こえたのよ私には。チュー。ポジティブよ。愛だ。明日の髪型どうしよう。明日の髪型何がいい？
急に切れないよ。ポニー下腹痛いん。クジラはできないな。ベーコンエピ、あ、フィッシュボーンのこと。チューイン編み込みポニー、ハーフアップ、三つ編みポニー、リボン、クジラはね、アイドルコンテンツエキスポか六本木アイドルフェスティバルのどっちかでやる。髪飾りがないからね、後半に浮いちゃうんだよね。チュリの卒コメ、高畑さんが言ってた髪型わかる？わかんないよ。キャンディー、団子、団子やったことないな。両方見に行くよ。あ、嬉しい。週末マジ楽しみ。どうしようかな、明日。ポニーはな、週末やるから、ツインの気分でもないからな。ってなるともうないんだよね。リンゴフェアやったことない。編み込みカチューシャ、編み込んで、あ、編み込んで普通に下ろそう。今こういう感じで、で下だけクリって巻こう。そうしよう。スタンダードあかりにしよう。よよよよ、足の指が全然治んなくてさ、めっちゃ痛いんだよね。なんかキリギリス人のブーツがさ痛くてさ、ブルブーツ、キリギリス人のブーツの先がさ結構さ狭くてさ、めっちゃ足が圧迫されてさ、激痛に耐えながらステップ踏んでるの。だからキリギリス人の時は、あ、福ちゃん足痛いんだなって顔しちゃったらごめん。多分大丈夫だけど。足ってさ使うからさ治んないよね。
9月12日申し込みました。9月12だっけ、今日メールに14って書いちゃったかも。12じゃん、私メールに14って書いた今日。そうだから靴を広げるために直前まで靴に先に布をめっちゃ詰めて拡張してる靴を。ちょっと待って、14って書いてるよね今日。わあ14って書いてた、ごめん。そう12日のコンサート、コンサートじゃないのかな、歌って踊ったりすんのかな、わかんないけど、マジで何やるかわかんないんですけど、なんかイベントがサンプラザであるんですよ。イベントっていうかライブなのかすらわかんないけど、イベントなんか打ち上げ祭りみたいな。9月12何するのか知らんけど、何するのか知らん状態で申し込んでくださいっていうのも忍びないけど、マジで知らんのんよ何するんだろう本当に。そう全員参加、詳細不明です。コンサートって感じでもなさそうなんだけどな、どうなんだろうね。打ち上げ祭りとしか書いてないからさ、打ち上げ祭りコンサートとかならわかるけどさ、打ち上げとは何するんだろう、ちょっと謎ですね。どうしよう、立食パーティーだったら。いや飲まないでしょ。申し込んでありがとうございます。楽しみですね、何するんだろう本当に。とにかく集まりください。いやまあ離職パーティーってことはないと思うけど、何するんだろうね。歌って踊ってするんだろうかっていうレベルの何するんだろう。確かに神イベになる可能性も。うん楽しそう、普通にみんなでやることないし、奈々さんも来てくれるし。昼公演回らなかったらお通夜かなって。いや埋まるでしょ普通に、大丈夫でしょ、埋まるさ、彼女らは大丈夫。昇格祝いパーティーかな、もしかして瀬戸リンピック。え瀬戸リンピックだったらめっちゃ楽しくない？ファンの人めっちゃ見たいでしょ、そんなの絶対おもろいでしょ。でもサンプラザホールでやることじゃないでしょ。全員揃うの久々、舞浜アンフィシアターぶりかな多分。レアレア、マイハ大丈夫なんかな、無理せんでほしいけど、なるべくいっぱい出れたらいいね。あ、4周年ぶりか、確かにそうだね。
てかひなちゃんも明日体調大丈夫なんかな。まあ、でも一昨日普通にレッスンおったけど大丈夫か。なんかみんな多分さ忙しすぎてさ、コンサート続きでレッスンやってレッスンやってレッスンやって本番やってレッスンやってレッスンやってみたいな感じでさ、みんなさ体調めっちゃ崩しとるけん心配。ひなちゃんもこの前公園出れなくなっちゃったし、夏だしな。健康第一で頑張ります。今日は何も食べない。もうだいぶ食べたよ。ダイエットしますって言いながら食べたよ。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。綾瀬はるかと乾杯できるのはフジテレビだけだった。あ、そうなんだ。高一って間違えられた。あら、ごめんね。うん、疲れんこん。綾瀬はるかのでコカ・コーラ製品1本無料取ってすごい。そんなの当たるんだ。あと15分で今日が終わっちゃうよ。あ、待って、体操団体決勝。総合5位だって。総合5位だって。体操5位もすごいよね。なんで決勝とか行けちゃうの。普通にじゃないけどなんか決勝とかを行けちゃうのすごい。体操とかなんか昔一瞬新体操を習いに行ったことあるんですよ。あの新体操をなんかなんでか分かんないけど親が新体操の体験レッスンに連れてってくれて、で1回だけやったんですけど体験レッスン。
まあしっくりこなかったらしく、ちっちゃい頃の私、小学生の時ね、まだ徳島住んでた頃だと思う。だから小学校2年生以下の時、マジで1回だけ体験授業行って、でボールをここにこうやって通したりリボンをやったりする体験をしたんだけど、ほんまに多分しっくりこなくて、自分的に行かなかったね、それっきり。だけどやってたら今多分違ったのかなって思って、めっちゃ今体硬いし筋肉ないし、多分新体操もし、あ、それでそれでハマってやってたらまた違った未来があったかもしれない。メリケンやポストのうどんリボン似合ってたよ。あれはね、うどんのリボンはできますよ。なんだろうね、でもバレーボールはその後すぐやり始めたから、やっぱあったんだろうね、自分の中でなんか新体操じゃないの私みたいな。でもなんか広島の競争中学校、高等学校ってとこに、中学校高校かな分かんないけど、ロケに行って、新体操で日本の全国大会に行くような子とかの取材をしたことがあるんですけど、まあほんまにすごくて、やっぱレベル違うなってなりましたね。あ、すごいキープされてる、頭の上で今こんな感じ。あ、すごいすごいすごい、私が吊るされてるみたい。あ、すごいすごい。あ、落ちそう。あ、落ちそう。あ、すごいすごいすごい。ヒューヒュー。え、すごいんだけど。あ、落ちる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 。あ、すごーい。なんかほうきを手の上でひっくり返して乗せて遊んでた小学生時代を思い出すな、これ。風船が生えてる、え、すごい。すごくね。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。すげえ、この競技ないからオリンピックで。え、マジですげえ。金メダル差し上げます。ほっ、あ、落ちた。あ、めっちゃ机の上映った、ほら。なんでバルタン星人ばっか褒めるの、私のことも褒めてよ。でしょ。びっくりした。金メダル取れそう。何してるの、私に何してるか聞いちゃダメだよ、大体意味わかんないことしてるから。理由なんてないんですよ、私の行動に。直感で生きてるからね。すごいな、バルタン星人と私のペア、福田バルタンペア。ちょっと違う、あ、落ちた。面白い。すごいね。50分だ。あー、今日も終わってしまった。なんかすっごくやらなきゃいけないことがあるような気がしてきてるけど、もういいや。最近元気がない僕にメッセージください。
元気なくてもいいんじゃない？別に大丈夫だよ。そんな毎日毎日元気になんてなれない、きっと。普通でいいと思う、元気じゃなくても。明るく元気でいなきゃいけないみたいな脅迫観念に駆られないで、そんないい人になんなくてもいいと思う。自分のために生きな。暑いから元気も出ないよ。大丈夫、私は全てを肯定してあげるから。元気がなくなったら福田の顔見に来て。疲れるよね、生きるのって。自分が恵まれた環境で生きてるってさ、分かってるけどさ、こんな平和な国に生まれてる時点でさ、人生 SSR なの分かってるけどさ、いやそれはそれでしんどい部分もあるじゃないですか。みんな頑張ってて偉いなって思いますよね。福ちゃんの楽しみは、なんだろうな、一日仕事終わって帰ってきてショールームでバカ食いすることみんなに、あまた食ってるとか言われながらバカ食いするのが趣味一人でバカ食いしてたらなんか罪悪感でもう全部吐きたくなるんですけど、ショールームで食べたらみんながさ、なんか喜んでくれるじゃん。だから自分を肯定しながらバカ食いできるから、ショールームでバカ食いするの大好き一人でバカ食いするとちょっと本当に吐きたくなるから。そうだけど、ショールームで食べると罪悪感がなくなる。みんなが喜んでくれるから好き。そう、ショールームでみんなが求めてるから私は食べなきゃいけないんだよっていうマインドで自分に言い訳をできる食ってよし、イエーイ。私が映ってる、見たら見えない。ショールーム食べたらゼロキロカロリー、いいねその理論。生きるって息苦しいね、知らぬ間に無理してるんだ。どこかで両手伸ばして深呼吸しようか。ちゃんちゃん、大人になってしまってもこの海を眺めていたい。そう僕だけが知っている、一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。ね、
55分ランキング読むか。なんかショールームがめっちゃ黒くなった、全体的に色味がナイトモードって感じ。13位から読みます。オムライス100円ありがとう。めっちゃ昔のプロフィールになってるどうも、9月12日早速申し込みました。2期生みんな昇格できますように。できるでしょう、きっと彼女たちなら。うーた今日も可愛くて良き、ありがとう。めっちゃリップ塗って眉毛描いただけだったけど、化粧する気力がなかった近いしありがとう。徳尾ありがとう。ホワーンありがとう。青によし疲れんこん。9月の広島打ち上げは忘れず申し込みます。ご縁番が出は出は。金松先生、実はユミリンとお揃いのトレーナー持ってるんです。羨ましから、えへへ。え、私も待ってるけど。ってことは3人お揃い。テリピー、土日はフェス参戦です。最高の夏にしような。 PR 舞台全員揃うの嬉しい。それな、7人で出れるの楽しみです。ニャン刺激、福ちゃんに金メダルあげる。嘘、種目はハッチー、ロシア語で知りたいことあったら言ってください。簡単に教えてあげる。やった、先生ができた、ありがとう。ぶーちゃん、ふくちゃんは今日も金メダルでしただからなんの暑いけどよく睡眠を。親猫親猫。なんかさ、冷房つけたらさ寒いけど消したら暑いよね。 R アップ、7月が楽しすぎたので8月のふくちゃんロスが怖い。7年目バンガルぞ、バンガりましょう。大丈夫、また会えるよ。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。アニオサと福田は瀬戸内サンダのメッセージは断で決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日本当にありがとうございました。お疲れんこ、おやすみ、みんでみです。毎日とても暑いですけども、お互い頑張りましょう。ショールームよかったらフォローしてください。ツイッターもフォローしてください。メールも受信してください。はぁ、あれ、歌もう今日はお風呂入ったし、歯磨きして顔洗って寝ようと。ハンターキューブいけるかも。あ、ほんとだ。はい、みんなお疲れんこ、おやすみ、みんゼミ、いつもありがとうね。ほんとにみんながいないと私はほんとに生きていけないよ。いつもほんとにありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ、またねー。夢で会いましょう。さよならー。